どうもです。この動画の字幕は YouTube の字幕機能で見れます。お試しください。設定、字幕、言語を選べば、機械翻訳したものも表示できます。クリックして握れば位置を動かすこともできます。文字起こしの表示も便利ですよね。というわけで、この動画はこの便利な字幕機能を使うために必要なSRT ファイルを作るダヴィンチリゾルブ用の外部ツールの紹介をしていきます。今回作る SRT ファイルというのはこのような形式のファイルです。字幕の番号、表示開始時間と終了時間、表示させたい字幕、この3つが字幕の数だけあります。これをいちいち書いていくのは面倒です。そこで使うのがリゾルブ字幕です。長谷川のダヴィンチツール置き場でリゾルブ字幕 .zip をダウンロード。回答したらフォルダの中のリゾルブ字幕 .exe を起動。ダヴィンチリゾルブのバージョンが17の場合はリゾルブ字幕バージョン 17.exe を起動してください。表示させたい字幕はテキストファイル、表示開始時間と終了時間はタイムラインの編集インデックスを利用して SRT ファイルを作ります。参照、デファイルを指定、字幕で出力されます。編集インデックスの数とテキストファイルの行数が一致していないと出力できません。 SRT ファイルは YouTube のヘルプを見て動画に追加してください。だいたいこんな感じでアップロードすれば OK です。